こんにちは。今回ご紹介しますのはジェネラルウォレット2の、ご紹介ですね。で、ジェネラルウォレットっていうのはちょっと特殊なお財布です。でして、こちら側の通常のジェネラルウォレット、これは僕が使っているやつなんですけど、こちらこの蓋の開閉がこうチョーキングっていうこう鹿紐で締めるタイプですね。で、こちらの2の方はですね、ボタン式になってます。こういう感じですね。で、チョーキングっていうのは、あんま馴染みがないとは思うので、ボタン式の方が、一般的なのかなと思って、荷型を作ったんですけども。で、この蓋以外は全部同じですね、作りとしては。革は違うんですけど、中はこういう風に、ちょっとパッと見だとどういう風に使うか分かんないかもしれないんですけど、これ何度か説明してるんですが、ここにお札と、ここ適当に、ポイントカードとか、で、ここがコインケース。で、カード類。で、ここにレシートとか、その他。で、結構、コンパクトな割に、容量はあると。ということですね。で、こちら、新潟ですね。あんまりない形なんで、人と被らないということで。これも僕が使ってるやつなんですけど、通帳も入るんですよ、大きさ的に。で、僕はこの、サブとして、通帳入れとしても、使ってますね。で、カードも、銀行のカードもここに入れておきますし、今だったらちょっとコンパクトめの財布を使って、こちらに、普段使わない、通帳とかカードとかまとめて入れとくっていうのもいいかもしれないです。ということで、ジェネラルウォレット2のご紹介でした。以上です。